はい、本日はですね、ホカオネオネのカーハーロー GTX を紹介していきたいなというふうに思います。まあ、今回スニーカーを紹介していくということになってるんですけども、ホカオネオネという名前自体のブランド名自体が変わってるのにもかかわらず、商品名がカーハーロー GTX っていう商品名までもちょっとパンチの効いたね、商品名ということになってるんですけども、逆にここまで複雑な名前やったら覚えやすくなってくるやろうということでね、ホカオネオネって確かに言いにくいんですけど、聞いたらですね、確かにこうパッて抜けにくくなってると思うんですよ。で、僕の嫁はですね、ホカオネのことなんとかオネオネとか言ってるぐらいなんで、女性の方でもピンとね覚えやすいような感じになってるんじゃないかなというのが、このホカオネオネになってるんですけども、これがですね、よくスニーカーとか革靴とかで悩みとかって、やっぱ履き心地がちょっと多分1日履いてたら疲れてくるとか、履き心地はいいねんけど脱ぎ履きするのめんどくさいとか、まあそれ以外にやったら日本やったらね、やっぱりこう雨とかがちょっとどうしても心配なっていう、全てのあらゆる問題を解決してるのがこのスニーカーになるんですね。っていうのも、僕ホカオネオネがですね、2ヶ月前に出した動画で2020年買ってよかったものの第2位にランクインしてるのが、こちらのホカオネオネのチャレンジャーロー GTX というスニーカーになってるんですけど、これも最初は覚えにくいなと思ってたんですけど、気がついて覚えてたんですね。そのスニーカーになってるんですけど、これがもうめちゃくちゃ良くて、去年もう毎日履いてたんですよ。で、毎日履いてた僕が感じるのがですね、めちゃくちゃ履き心地いいし、なおかつ雨の日とかでも履けるしっていうところで、あ、これは良かったなということで去年2位になったんですよね。で、それの今年バージョンということでこれが出たんですよ。カーハーロー GTX ね。もうこの段階でちょっとずつ覚えてきたと思うんですよ。あ、なんとかオネオネのカーハーロー GTX ねっていうことだと思うんですけど、まあそれが出たので今回紹介していこうということになってますね。本日の流れとしてはですね、まず特徴、先ほど言ったみたいに脱ぎ履きの しにくさ、しやすさとか、あと履き心地の問題ですよね。まあその辺話をして、まあ雨の日も履けるんかなとかどうかなとか、まあ雨の日履けるんかなって言ってる時点で履けるんやろうって感じですけど、まあそんな話をして、次にはじゃあデメリット、そんだけ問題が解決してるのに悪いとこなんなんて言われると、ってまあいろいろ考えてるんですけど、そんな話をして、じゃあ次にがおすすめの人、そしてサイズ感という順番でいきたいなというふうに思いますので、まず最初は特徴からいきたいなと思います。まあまあ特徴がですね、これパッて見てもらったら分かると思うんですけど、もともとがトレッキング用って言って、ちょっと山登りとか、まあそういったハイキングとかするように作られたスニーカーになってるので、めちゃくちゃ履き心地がいいんですよね。で、それがですね、特殊なホカオネのシステムを使ってるんですけど、そんなことを詳しく言うつもりは全くないんですけど、何がいいかっていうとですね、男性やったら分かるんですけど、このクッション性の高さ見てください。なんと身長がですね、4、5センチくらいアップするということになってるので、ちょっと気になる女子とデートするときなんかはですね、これをパッて履いてあげることによって、身長がぐっと伸びて、僕は178センチなんですけど、これを100履くことによってですね、180センチオーバーになるので、さも180を超えてるというと、ちょっとモデルっぽい雰囲気で出るじゃないですか。まあ顔は別としてね、身長だけで言うと、すごいスタイルいいなっていう感じに見えると思うんですけど、サバを読めるスニーカーといいますか、で、なおかつクッション性もいいということになってるので、まあ、他オネオネのスニーカー自体がもう履き心地がめちゃくちゃいいな、もう分かってるんですよね。もう一日、丸一日歩いて、京都の街中行ったりとか、大阪市内にバーって歩いたりするじゃないですか。全然疲れてないんですよ。で、たまに違うスニーカー履くんですよね。例えばこういった、僕以前までバンズがめちゃくちゃ好きで、スニーカーといえばバンズ推奨委員会っていうのをやってたんですけど、まあそれの理事をやってたんですけど、その時はもうバンズしかずっと履いてなかったんですけど、もう最近に関してはですね、もう他をね、しか逆に履かんようになってるっていうぐらい、まあ、履き心地いいですし、まあそれはバンズとかね、コンバースは履き心地あんま良くないっていうのは有名だと思うんですけど、それがやったら、こういうナイキのエアーシリーズってあるじゃないですか。これはエアーマックスゼロってやつなんですけど、なんやったらこれよりも履き心地が他オネオの方がいいんですよね。で、ほんまかいなと思うじゃないですか。これめちゃくちゃ履き心地いいって、まあ皆さん知ってはると思うんですよ。エアーマックスとかって有名やと思うんですけど、これパッて履くじゃないですか。ほんなら、履き心地悪って思っちゃうぐらいこれが良くて、ずっと他オネオの履いてると、エアーマックスですらちょっと履き心地悪いなと思うぐらい、まあ、履き心地がいいっていうのが、まあ去年体感してるので、まあこれはね、他オネオね、独自のなんかクッションのシステムらしいんですけど、まあそんな細かいことは一回ほっといて、とにかく身長さば読めるし、一日履いてても楽やでということになってるので、まあそれがいいんじゃないかなと思います。そして次の特徴がですね、グリップ力なんですね。これが裏側のソールの方になるんですけど、このソールがビブラムソールって言って、まあ登山とかでは有名なソールのブランドになってるんですけど、確かイタリアかななんかのブランドなんですけど、そのビブラムソールを使用してます。でね、このソールの溝を見てください。ボコボコでね、なんやったかな、5ミリぐらいあったんかな、めちゃくちゃね、このボコボコしてるんですよね。だから、上り坂はスピードに乗って楽に足が前に出てくるし、逆に下りって足に負担かかりやすいんですけど、下りに関してはグリップがしっかりギュッて止めてくれるので、無駄な負担が足にかかりづらくて、しっかりブレーキの速度の調節もできるっていう風に考えられてるらしいので、こういったグリップ力ってあんま関係ないように思うんですけど、1日歩いてたりしたら、地味に緩やかな坂登ってたりとか、緩やかな下り登ってたり、下がってたりとかするじゃないですか。まあ、そういう時にグリップによって足の疲れっていうのを軽減してくれるっていうところまで考えられてるので、まあ、これはね、やっぱトレッキングシューズやなと、ならではとは思うんですけど、まあ、そういった特徴があって、次は防水性ですよね。防水性が何かっていうと、このホカオネオネの、カーハーロー GTX もそうなんですけど、
僕が去年買ってねめっちゃ良かったって言ったこのチャレンジャーロー GTX にしても、あの GTX って何ってカッコつけてるんじゃなくてゴアテックスってことなんですかね。 GTX にしてもあのゴアテックスっていうその生地を使用してるのでもう防水なんですよね。だから濡れても全然靴下とかが濡れる心配ないので履き心地もいいし、さっと履いてその辺近場でもいいし、一日中ずっと履いててもいいし、急に雨が降ってきてもいいってなったら何にも考えんとこれを履いたらいいんですよ。でまあそれが、このカーハーローも同じなんですけど、ゴアテックスなんで、もう靴下がびちょびちょに濡れるっていう心配もないっていうのがいいかなというふうに思います。まあただね、このシュータンの部分っていうのが分離してるので、例えば何ですか、水たまり、思いっきり水たまりあるところにバチャンって足入れたりしたら、さあ隙間から風、水が入ってくると思うんですけど、雨とかであれば全然濡れないので、ちゃんと生地も、防水を使ってるというところが特徴かなというふうに思います。でちなみにですね、ちょっと比較したいなと思うんですけど、この去年僕が買ったチャレンジャーロー GTX とカーハーロー GTX の違いになってるんですけど、これまあ何かというとパッと見た感じは生地感とかはねほぼほぼ同じなんですよ。ヌバックの、まあ、一応革の生地が採用されてて、あと紐とかがどっちかっていうとやっぱトレッキングに寄ってるなっていうのがこの今回のカーハーローなんですね。なんかちょっと山っぽいというか、あの街っぽくないというかいう感じになってて、去年のあのチャレンジャーさんの方があの街っぽいんですよね。でそれ以外にやったらやっぱトレッキング用なんで、つま先がちゃんとこれ野球の時のピッチャーカバーみたいな感じですよね。あのちゃんと覆われてる感じになってるんですけど、チャレンジャーさんの方に関しては覆われてないので、まあ、この辺はあのトレッキング用との違いなんかなというふうに思いますねという感じですね。はい、だからまあ似てるんですけど、まあ、微妙に違うということになってます。では次ですね、デメリットが何なのかというとですね、やっぱ僕が思うには2点ぐらいあるんですね。まず1点目っていうのが、まあ、見るからに、まあ、黒やから分かりづらいんですけど、他のねもう一色違う色あるんですけど、まあ、黒でもまあ思うちゃ思うんですけど、トレッキング用っぽさが出てるので、どうしてもこういったね僕が今履いてるようなスポーツ系の、あのパンツとかに合わせちゃうといかにも今から山行くんかなっていう感じになっちゃうんですよね。それがなんかこうどうしてもファッションに合わせづらさがあるというか、もちろんおしゃれな人ねこういうのを履きこなして、むしろ逆におしゃれになっていくと思うんですけど、まあ、その辺がちょっとまあどうなんかなというところがあるっていうのがまず1点と、もう1点が決定的なところなんですけど、まあ、スニーカーってね大体今って軽くて履きやすいとかっていうのがまあまあ多いじゃないですか。でそれこそこういったエアマックスにしてもそうなんですけど、重さが 300g ちょっとぐらいとか、あとバンズとかでも400とかはいかないんですよね。でそれに比べるとこの今回のカーハーローに関しては500近くあるんですよ。 480g ぐらいあったりするので、もう持った瞬間からね、あちょっと重たいなっていう感じがあって、まあ、もちろんブーツとかに比べるともう圧倒的に軽いんですけど、普通のスニーカーやと思ってパンって足入れると、あちょっとずっしり感もあるなっていうのがあるので、まあ、普段からブーツとか履いてはる方にしたらいやめちゃくちゃ軽いやんって感じだと思うんですけど、普段からスニーカーばっかり履いてはる方にするとちょっと重みがあるんかなっていうのはちょっと気になる点であるので、まあ、履いててそこまで分かるかっていうところはあるんですけど、圧倒的にこうやって持ってみると、あ重たいなっていう感じはあるので、去年のがねチャレンジャーロー GTX がこれもね400いかないんですよ。だから300何十グラムなんですけど、まあ、今回のが480か90ぐらいあるということで、ちょっと重たさが気になるかなということですね。そしてじゃあおすすめの人、どういった方にはおすすめなんかというとですね、もともとトレッキングやから、まあ、トレッキングする人はもちろんそうなんですけど、それ以外とやっぱ長時間履く人ですよね。で長時間履いててなおかつその上下の運動とか、まあ、田舎の人とかもそうかもしれないですけど、まあ、そういった方にはおすすめになるんかなと思いますし、あとはやっぱり身長伸ばしたい方ですよね。まあそんな感じでちょっと女子受け狙ってんねんとか、まあ、ちょっとね身長サバ読みたいねんっていう方なんかはですね、これを履いていただければ身長サバ読めるんじゃないかなと思います。ただその時の注意点としてはですね、絶対座敷には行かないということになってて、座敷に行っちゃうとこれを脱いじゃうので、脱いだ瞬間心臓があれ思ってたよりもちょっと背低くないですかって言われたらですねドキッとしちゃうので、まあ、それはあの極力はテーブルのとこもしくはカウンターのとこのお店を選ぶっていうところが、まあ、他おねのこのカーハーローを履いた時にはまあおすすめになってくるんじゃないかなというところでは思いますね。はい、ということでまあざっと話していきたんですけど、これ一応ねサイズが28センチで、僕普段から28センチ履くので、まあ大体普通な感じになってるんですけど、もともとがこれハイカットモデルなんですね。だからカーハー GTX っていうのかな、分からんけどカーハーローではないんですよ。で今回初めてローカットモデルが出たってことになってるので、結構ねやっぱトレッキング用っていうこともあって、ギュッて首あの足首のとこが締まってるような感覚はあるので、まあ、この辺は僕はまあ普段あの靴履く時とかに紐を結んだりとかあのほどいたりしないんですよ。このままヒュッて足入れてヒュッて出すので、まあ、ちょっとあの引っかかる感じはあるんですけど、中に入ってみると足のサイズ的にはまあまあ普通のいつもと同じようなサイズ感で問題ないんじゃないかなというふうには思いますということになってますので、本日はですね、ホカオネオネのカーハーロー GTX を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。